はい、それでは NCB セミナーを始めたいと思います。今日はちょっと趣向を変えましてですね、討論形式で、やっていきたいと思いますけれども、今日のタイトルですが、破壊か変革か、アフターデジタルの金融の姿と題しまして、株式会社ウルーの代表取締役江上博之さんをお招きしております。で、江上さんはですね、去年の暮れに、金融機関のしなやかな変革という本を上司されまして、これは山口さんと、それから坂本さん、はい、そして江上さんの共著ということですけれども、はい、まあ、その内容を今日はベースにですね、金融機関の変革がどう進んでいくのか、あるいは変革でいいのかということについてですね、2人でディスカッションしてみたいと。こういうふうに思います。どうなんですか、しなやかな変革ということですけども、はい、ずっとディスカッションしながらこの本って作られてるんですけど、書いてある部署はそれぞれなんですけど、はい、そうするといろいろとこう話したいこととか、こう思いがこう湧き上がってきて、はい、予定より3倍ぐらい書いてありましたなので取り組んでる領域はそれぞれ個性的なんですけど、そのそれぞれの中にさらに共通点というか、共通の構造があるかっていうのを後半で書かせていただきます。はいはいはい、その、3つあるということですけれども、はい、まずですね、その組織的な変革、はいはい、そのピラミッド型でなくてフラットな組織の中で、はい、成功した事例、はい、ここからまず教えていただけますか。はい、はい、で、スウェーデンにハンデルスバンケン、ハンデルス銀行という銀行があるんですけど、スウェーデンにある4つのメガバンクの1つなんですけど、はい、そこがすごく特徴的な金融機関で、はい、それがですね、その変革をしたのが、今2000年代というか、もう1970年代からやってるっていう、欧州の中で本当に一番顧客起点でそのパフォーマンスが高い金融機関で、いろんなアウォードも取られてるところですね、うん、なんですけど、何をやったかっていうと、組織を壊すっていう、もっと言うと本部を壊すっていう、はい、お客さんの満足度とコスト構造だけはちゃんと見ましょう。この2つぐらいだけを KPI にして、これはちょっと日本の経営管理に対しても思うんですけど、怒りとかこう不満のエネルギーがあるうちは大丈夫、はいはい、ですよね。諦めとか、どうせ無理とか、どうせ銀行は淘汰されていくみたいな感じからはやっぱ変革起きなくて、不満と倫理書だらけじゃないですか、ね、のそうそう、スタンプラインで、そうですね、スタンプラインですね、まさにね。だから2つ目なんですけれども、はい、そのデジタル化、はい、DX を進めている中で、はい、とかく確率的なね、はい、マス対象はもう、そのデジタルの方に、あるいはオンラインの方にも移行して、はい、大量処理をしていけばいいんだと、効率化、コストダウン図ろうぜっていうのが多いじゃないですか、そのための DX っていうのは、はい、ところが、その2つ目の事例というのが、そのデジタルとヒューマンの融合、はい、これちょっと教えていただけますか。アメリカの、アンプクア銀行という銀行の事例を書かせて、はい、アンプクア、これ川の名前らしいです、ね、アンプクア川って川があるらしい、はい、そこで悩んだのが、本当にお客さんにヒューマンなサービスをするのは果たして店舗なのかと、Y 世代 Z 世代の人たちがヒューマンタッチなサービスできるのがデジタルだったっていうわけです。でそこで始めたのが GoTo って、ちょっと日本の GoTo をイメージしちゃうんですけど、サービスの名前 GoTo って、単に安くて、ね、便利で、効率がいいというのをデジタルではなくて、ヒューマンタッチ、実際にヒューマンデジタルバンクっていうか、はいはい、彼らはしてるんですけど、そこがすごくユニークで、そうですよね、そのヒューマンデジタルというのは、ね、はい、なかなかやりたいけどもできない、はい、大体ソーシャルメディアなんかも銀行がやろうとすると、はい、まあ、規制がかかって、本当にそれで、はい、発信するものが、うん、トラブルになるんじゃないかとか、この本でも書いたんですけど、その変革ってこの後話すテーマだとしたら、本当に変革できるところの企業でも組織っていうのは、軸、ぶれない軸があるから、振れ幅がここで動くんじゃなくて、ここが軸だったらこれだけ振れ幅があるので、うん、はいはい、軽々しくこのどうとでも動けるわけですよね。軸がないところは右往左往するように対症療法的に変革をしていくんですけど、うん、それからもう一つ、はい、トリプルボトムラインって聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけど、ね、佐藤さんもおっしゃっていた方、決算書の一番下の行のことを言うんです、はい、トリプルボトムラインだから、はい、そこには利益って当期利益、そうですね、ボトムラインと売上収益に相当するトップライン、トップラインとボトムラインってよく言う、はいはい、でじゃあ企業の成果って利益だけですかね、
っていうことで、そうでないですよね、はい、っていうことをイギリス人の誰があったかがこう言い始めた言葉なんですけど、バーンスティンの場合はそれを3つの P を使って表現していて、はい、ピープル、はい、人々の幸せ、はい、で、プラネット、はい、プラネットはこの地球を持続可能にするための、はい、まあ、環境とか気候変動の問題、はい、で、もう一つはプロスペリティなんですね、はい、で、繁栄だ、繁栄なんですね。これね、プロフィットじゃないんですね、はいはい、繁栄なんですね。だから、儲けるとか成長って概念とちょっと違うんですね、うん、プロスペリティ、我々がどうあったら持続可能で繁栄していくかっていう考え方で、うん、まあ、そこにガバナンス的な考え方も多分入ってるんでしょうけど、あの3つに共通してるのは、まあ、ちょっとこの後お話しするかもしれませんけど、はい、やっぱり理念とかフィロソフィーがあのもうある意味しっかりしているのと、それも進化してる、うん、あの固定化してるわけではなくて、ここからはですね、少しちょっと思考を変えて、今まあ3つの例をお話しいただきましたけれども、まあ、それは一応環境適応のための変革であるというふうに思うんですけれども、まあ、その中にはぶっ壊すと、今までの組織をぶっ壊すというのは破壊というのもありましたけれども、今日本の金融機関を例にとると、割と今までの延長上で表面的には変えなければならないと思ってるけど、本質的に変わってないという状況があると思うんですよね。で、私の立場から、私はいろんなフィンテックとか新しい動きを見てる中で、特にまあ世界の今金融サービスってものすごく変わっていってるんですね。ところが日本の金融機関っていうのは相変わらず昔ながらのことしかやってなくて、なんで変われないんだろうなっていうのを痛切に感じてるんですね、はい、なので私は一旦この破壊をして、はい、力も出直さないと、このままの延長で、今までの延長で変革とか革新とか言ってたんじゃダメなんじゃないかというふうに思うんですけど、メーカーさんはどちらかというとまあ変革なんでしょうかね。でも変えたいんですよね、変えたいというか、今までの延長で変えたいっていう感じなんです。今までの組織を生かしながら変えたいっていうことなんです。まあ、その組織は、はい、フラットにするとかっていうのはあったとしても、うん、まあ、今あるものをうまく活用しながら変えていきたいという。そうですね、変えたいのはすごくここしばらく内省してたんですけど、なんでかなって思ったら、それをやってるバンカーの人がとても幸せそうに見えるからです。まあ、特にまあコロナの中でね、はい、まあ、去年の日本の金融機関の対応を見てたら、僕はもう本当に大丈夫かなと思ったんですよね。本当かなと。要はもうホームページに載せてるのももう全部同じ文言ですよ。私たちは今コロナで身動きが取れませんと。で、支店にはマスクをつけていてくださいと。で、コールセンターもつながりにくい時がありますが、ご勘弁くださいと。で、なおかつ我々は今時差出勤であるとかリモートやってるので社員の応対ができないこともありますが、ご容赦くださいと。私はそれを読んだ時に、一体何を考えてるのかと。で、翻ってですよ、米国とか欧州の銀行とか金融機関っていうのはそうじゃないんです。私たちはこのコロナで皆さん大変でしょうと、私たちは皆さんに寄り添ってますと、 We are here for you とに、ローンの金利、はい、ローンの金利ではなし、まあ、金利も下げますっていうのはあるんですけど、要はもうスキップしていいですと。で、その時の遅延損害金取りません。もうみんなそうです、うん、とは日本の銀行って金融機関から、まあ、当局から言われてね、やっとローンの金利を下げるとかね、スキップしろとかね、っていうことになってるわけですよ。自主的に何もやってない、ね、この危機的な状況の中で本当に金融機関としてやるべきこと、本当に思ってるんなら真っ先にそれをやっぱり打ち出さなければならないのに、もう全部確実的で、もうこれ日本の金融機関、僕は死んでるなと思いましたね。死んでますか、うん、そうか。本来あなたたちは、あなたたちのコミュニティは一体何でできてるんですかと私言いたい。あなたたちがその守っていくのは何なんですかと。あなたの顧客でしょうと。顧客があるから利益は取れてるんですよね。実的にもう門前払いですよ、お客さん、来るななんですよ。うちの銀行来てもらっちゃ困ると。今の佐藤さんの話をお伺いして思ったのは、今はそのステージにいるのは事実だと思います、うん、これが成長成熟していくの途中のプロセスなのか、そのままなのかっていう問いが、優しいですね、結構ね、僕のようにドーンと割り切るんではなしに、切り捨てるんではなきに、もう優しいな、というか、そこを
でも実際そう、そうは言いながら佐藤さん賛同、めちゃくちゃ賛同するんですけど、今日はなんか対立したのが分かりやすいですね。そうですね、対立構造で、対立構造で。なんでしょうね、今の枠組みの中から変容、器を変えていく金融機関が今の枠組みの中からも現れてて、その中に人が変容する、人間が、人が一人一人がいる可能性に僕は感じてる。もちろんね、そのフィンテックとの協業とかね、まあ、そういうふうなのもあると思うんですけど、基本的な軸が変わらないと、やっぱり手先のね、なんかちょこっとしたことの改良にしか過ぎないなと僕は思ってて、なので例えばまあ給与のねデジタル払いについても銀行はもう大反対の合唱を繰り返すわけですよ。で、私に言わせれば、なぜあなたたちは給与の本質をねもっとやっぱり問わないのかと。本来給与というのは個人が企業に働いた分だけ預けてる、なので企業のものでもなく個人のものである。それの自由化、なので自分が好きな時に給与を引き出すことができるって新しいサービスが世界ではどんどん出てきてるわけです、まあ、そこの自由化なんかでももっと考えていくと、何のために前払い前借りのしてるのかっていうと、何かを支払うためなんです。つまりそれはその家賃を支払うであるとか、急遽例えば病気になった、家族が病気になったんで病院に払わなければならないであれば、給与の自動化、自由化にね、開放によって給与の支払いを早くするとともに、このもらうとともゲットということとともにペイ、つまりここには何かに支払うために早くもらおうとしてるわけだから、じゃあペイを組み合わせたらどうなんだろう、すぐにリアルタイムになんかこの引き出して支払えるものはないだろうかっていうことでペイを組み合わせる。でペイをしたら今度はセーブにつながる。例えばそれをカードでいくとカードのポイントが貯まるとかね、それを今フィンテックをやってるわけですよ。ゲットペイセーブとかね。でも相変わらずね、その予帯を増やすっていうことで、預金を増やすために給与のね受け取り口座だけこれをしっかり守って、違うともうそこのレベルじゃないんだと。今そういうニーズではなしに、その給与は一体何のためかっていうと、支払うためでありセーブするためなんだと。この観点、この視点がないと僕は思ってるんです、根強いですね。でなんかそれが当局の、ルールの中で今までやってきたことなので、それちょっとでもはみ出したら、当局から何言われるかわからないと。なるほど。このね、やっぱりがんじがらめにしたやっぱり当局の問題も僕は大きいなと思う。だからもしそれをねやっぱり改革するなら、当局自身がもっとオープンに、いやここをね、もうオープンにしますからと、みんな やりましょうと。で何か不都合が出てきたら後でそこはみんなで解決しましょうという、その姿勢をもっと出さなきゃいかんのじゃないかと。なるほど。で金融庁は国民、金融庁の在り方は国民の公正増大のためであるって、大きな、まあ、ある意味国民や社会のためっていう視点を金融庁も置いて、ルールベースではなくてプリンシプルベースだっていうことを実際に金融行政法執行に書いて、で金融庁自身が自ら内部の制度改革や組織改革をして、で対話型にするっていうことで、文化とか割とふわふわしたことを言い始める。中国なんかでもやっぱりジャック・マーが登場して、アリババがアントフィナンシャルを作り、今アントグループになってますけども、決済から、アリペイという決済から金融サービスをもう1から0から再定義していくわけですよね。今まで銀行がやっていなかったとこ、決済に融資をつける、決済に投資をつける、決済に保険を作る、つけるっていう、その大変革をしていくわけですね。もっと自由にいろんなことができるような環境をね作っていかなければならないんじゃないかと。だからそれはもうゼロセットで銀行から飛び出した人でもいいと僕思ってて、銀行の中でできるのか、銀行から飛び出した人がそれを作って、まずはそれでなんかこう自由にやっての方が僕は早いんじゃないかと。ちょっと今の僕の何に整理してみると、はい、今の銀行の枠組みの中から変わる、まあ、難しそうですね、はい、今の中から本当に今の丸々銀行が中から変容していくっていうの一つのパターンで難しそうです、ね、はい、難しい。もう一つは辺境から変イノベーションが起きるというかあるけど、はいはい、銀行のちょっと飛び出した人とか、うん、銀行と他と連携をするとか、コラボレーション、API でつなぐとか、銀行の枠組みを残したまま、そこの辺境が何かを起こしていくというパターンの2つ目で、はいはい、3つ目は銀行の外、アリババとかその、はい、全くそのチャレンジャーバンクとか今の銀行員じゃない人たちがバンキングを始める、ファイナンスを始めるっていう、はい、どれが未来にとって変容に立って
いいんでしょうねってちょっと問いが湧いてきて、私はやっぱり外の方が早いような気がするんですよね。器と人に変えると、そのイノベーティブでクリエイティブな人たちはバンカーの中にはまあいるし増えてはいるけれども、今の器では彼らは発揮できないと。あのね、そうとも言えないところもあるんですよ。いや、それがね、あの江上さんがやっておられる中でね、そういうところがまあ少しずつ出てきてるっていうのも私も知ってるんですよ。それはすごいなと。やっぱりそのローカルにね、コミュニティの中でね、もうコミットして、このコロナの中でもね、いやもう任しとけと、もう君たちを絶対に我々は守っていくんだっていうね、そういうコミットメントをしてる頭取なんかも私もあの通じて知ってるんで、もうそこはね、もうぜひ伸びていくだろうなと思ってるんですけど、うん、で例えばもう CDBC という中央銀行のね、デジタル通貨のところでもね、そうですね、こう予想がどうやってるのかなっていいの？なるほど、だいぶ劣勢に立ってきたんで、あの佐藤さん犯人呼びたいのでずっと我慢してこらえてはいるんですけど、そうですね、あのそういう意味では適用というところのもう限界を僕は思ってて、はい、どう生き残るか、どう持続可能かっていう議論ではないような気がしていて、だから江上さんの言うところのフィロソフィー哲学ですよ。企業のビジョン、ミッションというのをもっと明確に打ち出さないと、その旗印にみんなが寄ってくるわけですよね。あそこはこういうことをやりたいんだなっていうことでみんなが寄ってくる。あのさっき出した3つの金融機関とか、まあ、その他も多分佐藤さんも見られてて、変容できている金融機関の共通点は、あの明確に理念ビジョンがトップ側が持っていて、はい、それをベースにあのパーパスドリブンで経営がされているっていうのはもう間違いない事実で、まあ、今のままではなく、うん、それを変えれるのは今の図体でも変えることもできるけれども、そこにはものすごく大きなメスを入れないとダメですと、うんうん、まあ、もっと早くやろうと思えば違うエンティティを作って、うん、そこでやっていった方が成長は、しかもそこには多分もう大義があるんですね、うん、なんでそれをやらなければならないのかっていうことで、企業として小さいがゆえにですね、浸透しやすいと、そのフィロソフィーが、哲学が、文化が、よく破壊と変革って、まあ、言い方をしますけど、これレヴィンさんって経営学者の人が言ってるんですけど、はい、組織の中でも変革するときに一回壊すってプロセスが必ず、うん、あの一回壊れて、会社は同じかもしれないけど、中の価値観とかあの理念が一回壊れるんですよね、うん、でそれを経ながら変わったときはやっぱりパワーなと思って、パワー、原動力、この難局を絶対に乗り切ってやるんだっていうエネルギー、うん、これの差があるなと思うんですよね。これは何なんですか、日本の特性なんですか、ね、いや日本はもっとやっぱり日本人の本質的なところってやっぱり逆境に強いところがあるので、本来みんな持ってるんですけど、世界でね、滅ぼされたことないから。そうなんですよだからあるはずなのに、それがうまく引き出せてない今の環境、もっと引き出せるんじゃないかと思いますよね。そうですね、この本の中で、うん、その3つの真善美が必要であるということですけど、はい、最後にそこのですね、うん、ちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけども、はい、ありがとうございます。真善美ってもともとは哲学者のプラトンが、はい、言ってることなんですけど、はい、最近というかここ数年心理学者でケン・ウィルバーさんという人が、はい、インテグラル理論っていうのを唱えられていて、はい、めちゃくちゃすごい面白い本理論で、はい、ほんの一部しかそこでは書いてないんですけど、はい、そこに真善美っていうか、それを満たす組織文化がなければSDGs も持続可能にならないので、真と善と美のこの全体をどうスパイラル的に成熟させていくかがすごく大事で、特に今の時代はその3つの銀行もそうですけど、個人が一人一人の価値観とか一人一人の美しさとか、その銀行という組織の中で自分という人間を消さないっていう、それはトップも含めて美というのを今求められてるわけですね、はい、そうですね。なので美しくあるということがとても大切なんだと。いや本当で、さっきの3つの三つ銀行を紹介しましたけど、全部そこは美があるんですよ、うん、銀行員の皆さん聞いてる方いらっしゃったら、バンカーである前に私でやってほしいですよね。であるとともにやっぱり美しくあると、うんうん、やっぱりその環境適応していくときってバランスじゃないですか、うんまあ、黄金比というのもありますけれども、うん、美しさ、企業のやっぱり体型、とかもやっぱりファットであってはダメだと思うんですよね、うん、なんでやっぱ美しい体型、美しい組織って一体何なのかという美の観点っていうのが今求められてるかもしれませんね、うん、ということで、このしなやかなというのは
この美しさを含めてのこのしなやかというのは美しいのね、この柔軟にいろんなものに対応するというような、そうですね、そういう意味も込めてのしなやかということですかね、はい、しなやかに至ってということでね、そうですね、はい、美しいって意味とやっぱり軸がありながら柔軟であるっていう意味ですよね。軸がないく柔軟はふにゃふにゃっていう意味なんですけど、はい、僕だけで書いた本じゃなくて、はい、あの山口さんや坂本さんもいろいろしなやかな字を書いていただいて、はいはいはい、そうですね、すいません、本当に、いやいや、まあ、ということで今日はですね、はい、江上さんと、はい、しなやかな変革について、はい、ディスカッションしてまいりました。まあ、私がですね、破壊の立場、それから江上さんは変革の立場。今度入れ替えてやってみます。そうですね。それがいいかもしれませんね。なんか言いたくなって、ですよ、壊したくなって。はい、ということでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい一本取りですね。